日本東京都世田谷区玉川地域玉川、田園調布玉川田園調布は東京都世田谷区の町名。現行行政地名は玉川田園調布1丁目及び玉川田園調布2丁目。郵便番号は158-008号。世田谷区南部の玉川地域に属する。北に奥沢、東に、東玉川、南に田園調布、西に、小山台と接する。 面積は0.300平方キロメートル。正半部は、玉川上水場及び田園町布ふた小学校と、その付属幼稚園の敷地が占める。東西に関八通りが走り、町域東部を東急電鉄東横線、目黒線が走る。この区域は、江戸期前は、江原郡と泥木村の飛び地及び道草村の一部であった。 1889年の町村制の施行に伴い、とどろき村、奥沢村は、小山、下野毛、上野毛、野良殿、洋画、瀬田の六家村と合併し、玉川村となった。1932年、世田谷区の成立に伴い、江原郡玉川村大矢とどろき飛び地矢座、六本松が、玉川田園町府一丁目に、玉川村大矢奥沢矢こと面が、 玉川田園調布二丁目になる。隣接する大森区の田園調布4が、町とともに、田園都市住宅地として整備されたが、開発当初、1925年の、田園都市株式会社経営玉川打つ、住宅地平面図では造成されているものの、住宅地の区画としてはほとんど割り当てられていない。1970年、住居表示の実施に伴って、町境の変更を行い、 玉川とどろき町の一部を編入し、玉川田園調布の一部を、小山台一丁目、奥沢四の五丁目の各部とした。また、この際にカンパチ通りを一丁目と二丁目の境界とし、カンパチ南を一丁目、カンパチ北を二丁目とした。世田谷区成立の際、旧玉川村区域に干渉された玉川に、田園都市住宅地の名称、田園調布をつなげている。 2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。